疲れ様です。これ新東音日報その10、今日はナンバリング間違えないぞ、はい、10です。川原だけじゃないんだ、間違える私めっちゃ久しぶりです。私さん久しぶりですね。私あれやで、敏昇期の小指前から出てないから、はい、そんなに族まるまるし、さよならし、あ、その間ずっと瀬中さんですね。もうどうも、どうも、お久しぶり、どうも。いや私だってずっと属義族の時はニーアンを、ニーアンすごい、ニーアンすごい言うてましたね。で、仲良くなったし、うんうんうん、仲良くなった話とかあかんわ。あとデジャビュー、デジャビュー、デジャビュー、あ、知ってる、知ってる、デジャビュー、お前や、じゃあね、新東ね、はい、新東ですよ。もうね、私来て、うん、盾してるの見て、うん、あー、どこのシーンなのと思って、割と最後だってびっくりした。いや、そうなんですよね。結構ついてて、そう、もう結構いいペースで、僕も割と追っついてない。そう、ニーアンさんがね、本番お疲れ様でした。そう、もう今日からね、稽古復帰で、はい、今日待って、もう今日は段取り落とし大会でした。じゃあ、今回のおすすめポイントは何なん？おすすめポイント、うん、え、なんやろ、稽古場にいない私は聞いていきたい。なるほど、まあ、でもやっぱみのりちゃんちゃう。あ、うん、みのりさんね、かわいい、うん、かわいい。ちょっと待って、この間もね、こうパッて触って、細いなって、あの、なんか測らへんから私衣装を、あ、わかった、これぐらいの薄さねみたいな。薄さね、そう、バキバキですけど、薄いけど、まあまあまあ、あんだけ踊れたらね、うん、バキバキやな。いや、本当にね、素敵ですよね。画面の外でね、ガッツポーズが見える、あの向こうが、いやいやいや、殴ってるわ、殴ってる、あ、いいよ、殴ってた、あれ嫌われてる、おかしいな、めっちゃ懇切丁寧に立って教えてあげる。そう、ああえ、新東音な、新東音でもな、衣装めっちゃ楽しみ。まだ見てないけど、そう、まだ見てないですね。はい、あの、小出しにする衣装、うん、で、めっちゃ暑いやろうけど、めっちゃ楽しみ、うん、あ、なんか、そう、どこまで私喋っていいかあんま分かってないけど、勝手に事務所で流すからさ、あの、まあ、別に私は流していいかって思ったやつ勝手に流す、はいはい、もそんなに相談もせず流すから、なんかそのテーマな、うん、とか言っていいんか知らんけど、うん、言っていいんかな、いいよ、いいよ、まあ、大丈夫、いいよ、なんか、そう、今回黒黒いんですよ、皆さんね、はいはい、あの、一部除いて、そうですね、で、黒いんちゃうってなって、藤島になるな、どう思う、10月の衣装案って言ったら、めっちゃいいですって言って、うん、じゃあ、これ行こうやって言って、タキに言って、いいよって言って、で、じゃあ、よし、9月終わりぐらいの時に、そろそろ考えよう、黒な、むずいなって言って、あれ私あんなこと言ったんやろって言って、布買いに行っても、なんかあんまり布ないなみたいな、でも、黒ってめっちゃ使うから、今後もまあね、なんか枯渇したな、一瞬にしてって、挫折選手してた、まあまあ、大丈夫大丈夫大丈夫、なんとかなるから、めっちゃ楽しみね、楽しみ、そう、暑いよ、暑いのだけがね、今日ちょっと坂口さんの、うんうん、あの上、うんうん、来てるの見て、うん、あーってなった。え、でも坂口さんの衣装、ここが暑いことよりもやっぱ後ろがヒラヒラしてることの方が大事。そう、ヒラヒラ、そう、だからでもまあ多分一、暑いのはアクションモード、うん、あ、もう、え、断トツ今までで、1、2、8月、9月の中では断トツで、断トツ、アクションモブは汗、ああ、もう、やばいやばい、そうだったから、そうそう、それはね、なかったんでね、その分は、まあ、照明直射してましたけど、まあまあ、グレーのトップスじゃないことだけがありがたい、黒黒ですいや、ね、グレーのトップスやと、もうグレーのトップスどうしようかな、事務所にめちゃくちゃあるけど、あんまりもう使う予定がもなくて、いや、敏昇期の時ね、もうグラデーションやら、全身全部色違う人やらが出てきて、これね、あれもね、ちょっといろいろやんやんあってグレーになったんですけど、まあ、それはちょっとまたね、あの、来年ぐらいにしようかな、来年ね、来年ね、か言うてる前、全部終わってからね、あと2ヶ月やで、5ヶ月中、8でほんまに終わんの、12月なんて来るのかなと思って、9月に、はい、あ、2ヶ月目が来るんやと思って、10月になって、あ、折り返しかと思ってから、来月どう思うの何を思うんでしょうね、もう言うてる間に終わるでしょうね、それか、それやなそっか、もう3ヶ月目ですもんね、そう、走り回ってるな、もうでもあんま長くなったらあれだけど、1個だけ聞きたいね、はい、ハセピョン踊るらしいな、おお、踊ってみたんかな、踊ってみたんかな、まだやん、え、じゃあ一緒に踊るんやん、ね、歌手に、そうですね、踊ってあげるもんな、あれ、ツイッターで見て、つくづく、あの、出演期間、誕生日なくてよかったいや、本当に、
いよ、私からなんか何この企画誕生して。劇団員はまあ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 、あれなんか言っていいか分からへんけど、そう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 、そこまで行ったらもうね、事件があってね、あれ、まあ、西文さん、どうやってっけ、西文さん、ルミちゃん、ルミさん、私、そうか、アスカかが誕生日で、はい、で、お祝いをしてん、うん、そう、お祝いをした時にこそっと私の隣にピョンがおって、うん、ゆきさん、僕も実は3日後誕生日なんです、いいねってなって放りついた。で、これはなんかしなってなって、竹村さんがプリンを買ったりとか、そう、プリンね、大量のプリン、その果てにチケット取れたら怒らされる。いや、そうだ、それですよ、最終それ。プレゼントがあれ、あいつもいいや、え、じゃあ、ブンちゃん戻るとか、いや、踊ってもらいたいなぁ、そりゃぁ、そりゃぁ、あの、ご覧の一撃ファンの皆さん、踊ります。あ、ミーヤンさんが、さんが宣言しました。西村役は踊ります。踊ります。そうです。あれ、またチケット10月生まれ、10月生まれの人は、はい、踊るんだ。じゃあ、ルミさんも見れる。ルミちゃんも踊るでしょ。やっぱクオリティ全然違う。クオリティ全然違うもん、出てる。いやだ、もう私アホみたいやん。日本自由にて、日本から、はい、西部は踊る、もうルミちゃんもおそらく踊るだろうということで、これは決まりや。踊っていこう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 。ちょっとダンスがいいらしいね。私はごめん、ちょっと言って、どういうこと？ダンスがいいらしいね。話しか稽古のね、稽古の違うわ、そうそう、あの浸透音のね、シーンに出てくるダンスです。ゆきさん振り付けの、やっぱずっと事務所こもってるからさ、ちょっとあんまちゃんと見ごめんなさい、見てないけど、まあまあ、見る見る、これからこれからね、これから私は皆さんよりも先に作品を見ていく、はいはい、そうですね、はい、作品を見ていく、見ていこう、皆さんより先に、はい、自慢、はい、はいはい、まだ知ってるわ。あ、そうですね、またちょっと日報出てください、私さんね、また来てくれたら、こんなんでいい？いいんじゃないですか。あ、でも一つだけ言っときたい、はい、この中で僕が一番年下なんですよ、皆さん。やばい、やばい、やな、ほんまや、びっくり、まさか、何歳？29、まだ20代。それもでも10代もいる、ね、稽古場 で、ね、この僕が一番年下になる状況で日報を取られると思ってなかったんだ。いや、このメンツやなと思ってましたよ、私は。全然変わらん、大体一緒、今日はちょっとこのメンバーって決めて、中学生やったら中学生ぐらいから下と上で、そうか、そうか、そうですね、そうそう、同じ中学校、同じ中学校で暮らせるぐらいの年幅しかないから、なるほど、ね、うん、言うて1年ずれたら中高校生で中学生ですね。まあまあ、そうか、今言うたらね、そうなんやったらね、ちょっと変な空気なところでいいお時間ですわ。はい、じゃあね、またね、はい、嵐さんにも出てもらって、ミヤさんのゆきさんも結構頑張ってますので、はい、ぜひぜひ見に来てください。はい、はい、では今日はこの辺で、お疲れ様でした。